おはようございます。城田大輔アワーバズっていいとも第115回目を迎えました。第114回目のゲスト、東京音楽大学教授でいらっしゃいますアンドレ・アニさんのご紹介で、総合大学教授でいらっしゃいます飯塚一郎さんと対談させていただきます。飯塚先生とはですね、関西トランペット協会の方で、ご一緒させていただいたというような、感じなんですけれども、総合大学でも今、一緒にやらせていただいてるんですが、もう本当に僕学生の頃はもトランペット5を聴いたりと、そういうところで、雲の上の存在でいらっしゃいましたので、こうやって対談できるのが嬉しいなと思っております。それでは、行ってみましょう。おはようございます。おはようございます。先生、この度はご出演本当にありがとうございます。いえいえ、こちらこそありがとうございます。まあ、このバズっていても飯塚先生のお名前が結構出てますので。まさかの悪口ですか。はい、いえいえいえ、はい、トーフィルの方々だったり、そういう方々がいっぱい先生のお話をされてましたので、こうやって本当に先生との対談ができるのを楽しみにしておりました。こちらこそよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、それでは城津大輔アワーバズっていいとも第115回目のゲストは、総合大学教授でいらっしゃいます飯塚一郎さんです。どうぞよろしくお願いいたします。おはようございます。よろしくお願いします。はい、それでは先生、早速なんですけれども、まずはトランペットを始められた年齢ときっかけっていうのを伺ってもよろしいでしょうか。トランペットを自体を始めたのは高校1年からです。はい、そうなんですね。はい。で、まあ、楽器を始めたのは中学校からで、ユーフォニアムから始めました。吹奏楽部がきっかけですね。はい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 。で、まあ、その前、音楽に携わるきっかけっていうのが、まあ、小学校の時に、合唱部に入ってまして、はい、それがきっかけですね。はあ、それで、まあ、歌はあまり上手じゃなかったので、声も良くないし、で、器楽の方に興味を持って、中学校で吹奏楽部入りまして、で、ユーフォニアムで、ユーフォニアムってまあ素敵な楽器なんですけど、裏舞台じゃないですか、裏メロディーで。で、表に出たくて、高校でトランペットに変わりました。はい。それ高校にまあ上がった時に UFO やってたから UFO やりなさいみたいな流れではなくて、もうトランペットやりたいっていう感じだったんですか。全く吹奏楽が盛んでない高校だったので、部員も17名ほど。だからもう自分の好き勝手できたんです。はあ。まあ仲間が音楽好きな仲間がいたので、そのもう仲間で毎晩集まって、まあ朝から晩までって感じですね。もう好きな音楽レコードかけたり、自分で好き勝手やってましたね。まあそれ良かったのではないかなと思いますけども。なるほど、ありがとうございます。それはトランペットをね、少しまあ遅めって言いますかね、高校生からっていうのが始まりになるんですけども、そこからこう音楽大学に行こうと思ったきっかけだったり、そういう受験のことだったりもちょっと伺ってもよろしいでしょうか。そうですね。きっかけというか、もうきっかけはもう楽器が好きで好きでしょうがなくて、まあ楽器に夢中になって勉強がおろそかになって、まあありがちなんですけど、でまあ学業が、周りは受験で勉強しだして、私は全然しなくて、学業の成績がどんどん落っこってて、さあ大学を探そうってとこに行く大学がなくて、じゃあ、まあ好きな音楽で行こうかということで、高校2年の、冬ですね。で、音大進学を決めて、そこからピアノとかソルフェージュとか勉強し始めました。あとちゃんと先生にも習ってですね。はい。なるほど。はい、浜松、私静岡なもんですから、まあ、静岡県の島田市という田舎なんですけども、浜松の山派に、山本武夫先生が毎週来られていて、で、それを紹介していただいて、で、毎週浜松に通うようになって、はい、それからですね、本格的にトランペットを習い始めたのは。はい。はい、そこから受験という形になると思うんですけども、大学をこう選ばれた、なんか理由とかそういうものはあるんですかね。あ、もう大学はもう、国立一本で、
先輩が多かったんですね。地元から国立音大にもう行く先輩ほとんどが国立、まあそんなに人数は多くないんですが、はい、もう今は亡くなりましたけど、群馬交響楽団のホルンの阿形さんという先輩とか、まあトランペットの先輩もおりましたし、その影響でもう他の学校はもう考えられなかったです。なるほど。はい。はい、じゃあ受験のことなんかはどうか覚えてらっしゃいますか？受験勉強したりとか。受験勉強ですね。まあ周りの市民、市にね、市民吹奏楽団ってありましてね。でそこに高校の時から入っていて、でそこの先輩方が音大に行くってことでいろいろ心配してくださって、でソルフェージュのね先生を紹介してくださって。はい。そこで、ソルフェージュとピアノと、まあ、習い始めましたね。もう、ピアノも全然、バイエル卒業して、で、いきなり試験曲って形ですね。はい。はい。まあ、受験は、そのまま、スッと行かれた感じですか？そうですね。そんなに苦労はしなかったです。うん、なるほど。苦労したというのはピアノだけですね。今でも全く弾けませんが。はい。それでは、国立に進まれるんですけども、ここからは今の相愛にたどり着くまでのお話をドーンと伺っていきたいんですけれども、もう大学生活のお話だったり、まあ、オーケストラに入られること、留学の話、そのあたりも聞きたいなと思いますので、はい。お願いいたします。まあ、今現役で国立に入ってですね、で国立音大というのはプロにの先輩方がいっぱいいらっしゃって、プロのオーケストラにOB がねもう結構在籍されてたんですね。でそこのオーケストラの練習が終わると、大学に戻られてきて練習をされてたんですね。それで、まあ今やっている曲を、なんか自分でもう少し練習したい場合は、後輩を、ちょっと可愛がっている後輩に付き合えって言われて、で、よく、練習に付き合わされてですね、それがすごく勉強になりましたね。はい。ですから、東京交響楽団とか、東京フィルとか、後に私入団するんですけどね、そこの先輩方が結構いらっしゃって、で可愛がっていただいてですね、はい、よくデュエットもやりましたし、オーケストラスタディとかですね、それを勉強させてもらいましたね。はい。それでまあ大学2年から3年くらいの時にそういう先輩からお声をかけていただいて、エキストラって形でオーケストラにね行くようになりましてね、うん、でたまたま津堅先生が東フィルにいらっしゃったんですけども、うん、N 響に移籍するという話がありましてね、うん、で僕が大学4年の時です、うん、でよく東フィルにもエキストラで呼んでいただいてたので、じゃあ津堅先生の後釜にどうかということで、一本釣りで誘われまして、まあ、当時はね一本釣りは OK な時代だったですので、今はね公募なんですけどもね、はい、で、まあ、オーディションも受けまして、大学4年の秋ですねに、はい、正式に入団という形でさせていただきましたね、はい、なるほど。じゃあ4年生の最後の方はもうトーフィルさんに在籍しながら学校の勉強して卒業されてる。はい、うん、最後までピアノに苦労しましてねピアノだけが単位足りなくて1年留年させていただきましたけど、ピアノだけでじゃあ1年間はオーケストラ奏者とピアノを勉強する人みたいになってた感じですかね。まあピアノは勉強はしませんでしたけど試験曲のみね試験の近くになるとね、
オケの本番のゲネプロで舞台袖に立派なピアノが置いてあるじゃないですか、はい、スタンウェイとかベーゼンドルファーとか。でそれで先輩方がね、お前試験曲弾いてみろとかって言って僕ね、みんなの前で弾かされました。なかなかの思い出ですね。はい、トランペット吹くより緊張しそうな感じですね。そうなんですよ、みんな集まってきてね。懐かしいですね。あ、楽しい話をね、もう、あ、皆さんもねそういうのやりますもんね、多分やってみたいな。で、うん、特に神田楽器の先輩はね、ひたすら好きですので ね、 そうですね。はいはい、楽しい話までいただいてありがとうございます。で、まあ、無事に、東京フィル一本になられると思うんですけども、東京フィルは、約30年ですかね。そうですね、30年、ちょうど30年ですね、在籍しましたね、はい。まあ、その間に、東京フィルでの思い出の話なんかも伺いたいんですけれども、何かこう印象的なお話だったり、こう、まあ、その入ら、ね、学生の時から入られた時のお話なんか、そういうのもちょっと伺いたいなと思うんですけれども。あの、東京フィルはですね、一番後ろの列ですね、トランペット、トロンボン、テューバ、あの1名を除いて全員国立の先輩だったんですね。はい、ですからもう、あの、私がいた頃のね、もう40年前の大学ってのは先輩後輩がすごいじゃないですか。ですからもうずっとその感じが OK に入ってからも続いて、あの、毎日針のむしろでしたね。で、あの、まあ、お一人お一人、まあ、退団とか退職されてですね、あの、まあ、オーディションでメンバー入れ替えして、で、自分が27、8の時ですね、もうセクションで最長老になったんですね。その年齢で、責任も重くてですね、あの、私から後に入った若い連中は結構、あの、一緒にね、厳しく練習しましたね。分層というか、オーケーの練習の後にトランペットだけ練習したりですね、してましたね。はい。で、セクションをよくまとめてました。はい。で、個人的にはね、もう入ってから、あの、古典ロマン派ですね。はい。の吹き方にすごくね、あの、迷いましてね。もう、あの、ベートーベンとモーツァルト、ハイドンって四分音符と二分音符くらいしかないんですけども、その四分音符の吹き方がね、あの、わけわからないというかね。で、それで、まあ、7年くらいオーケストラ活動して、で、それにもう悩み続けて、で、そこの本場であるウィーンにね、あの、北村先生にもうすごく、あの、お手伝いいただきまして、あの、先生の、あの、ご友人のアドルフ・ホラー先生紹介していただいて、で、留学したってことになりますね。はい。はい。まあ、本当にシンプルな音符ほどオーケストラで難しいものはないなと感じますのでね。ですよね。それはでもやっぱちゃんと海に行こうっていうのはいい、素晴らしいお話ですね。でも、あの、オーケストラで難しいのはそういうものと、ピアニッシモですよね。ね、それができればもうね、ウィーンフィルでも入れるみたいなね、感じですよね。そうですね。いや、確かに名言ですね。それができたらウィーンフィルに入れる。確かにそうだと思います。はい。では、せっかくですね、そのウィーンの、あの、留学の生活なんかもお話伺ってもよろしいでしょうか。そうですね、あの、オーケストラの留学というか、休職して、あの、留学したもんですから、1年間だけが、まあ、あの、留学の期間として認められてたんですね。ですので、1年しかという、あの、期間が、あの、決められていたので、とにかく向こうの音とかね、あの、演奏とかを体に染み込ませようと思って、もう1週間に3、4回は演奏会とかオペラとか通って、
もうこれは一生忘れないようにしようと思って、もう自分の体の中に染み込ませました。うん。それが、まあ一番のことで、あとは、まあレッスンも多かったんですね。最初週3回だったんですよ。はい。そしてまあ真面目に言ってたもんですから、先生がお前いいから週2回にしろって言われて、週2回行ってましたね。でも最初の半年っていうのはもう本当僕の目的である四分音符とか、その吹き方一本でした。でもう長い、短いだけなんですよ。言われるのは。で、短すぎるとかね。それだけなんですよ。で、まあ、オペラとか演奏会とか、ウィンフィルのを聞きに行っててね。それで、なんとなく先生の言われたことが、わかるようになってきて。半年くらいですね。かかりましたね。そういうのに、理解できるのがですね、先生の言ってることが。はい。それからはあまり言われなくなりましたけどね。あとは、オーケストラスタディとか、まあ、ドイツのオーケストラの、学校の先生もそうでしょうけども、突然戸棚からオーケストラを取り出して、これ吹いてみろ。でね、初見でやらされるわけですね。で、できないと、まあ、なんか勝ち誇ったように笑われるとかね。でそこで あまり吹いてくれないんですが、時々先生が一緒に吹いてくださって、もうそれが素晴らしかったですね。もう、30センチの場所でも、ほんと綺麗な音してるんですよ。素晴らしいアタックとね。もうそれは、それはもう感動しましたね。なかなかやっぱりね、言葉で伝えることって難しいなと思います。それを肌でもう現地で感じられたっていうのはすごい財産な感じですよね。そうですね、今でもそれは、自分の中にありますね。そのまあね、古典の長い音、四分音符二分音符っていうのは難しさっていうのは実際にやっぱウィーンで演奏会聴きに行かれて感じ、先生が感じられたっていうのはなかなか伝えるの難しいですよね。そうですね、聞いて客席で聞いて、まあそういうふうに聞こえるですけども、それがその自分のトランペットの席でどういうふうに吹いてるかっていうのが分かんないじゃないですか。それがね、実際に先生から教わって、あ、こういうふうに吹くと客席ではそういうふうに聞こえるのかということがね、分かりましたね。はい。いや、1年間っていうのをね、肌でこう聞いてると短く感じると思うんですけども、それをしっかりと吸収されたっていう感じですね。そう、そのつもりでは いたんですけど、いるんですけどね。いや、宝物のような時間を過ごされて、そしてまあ帰ってこられて、また、それから20年ぐらいっていう感じですかね。そうですね。はい。また戻ってこられてからのこう、思い出とかございますでしょうか、そのオーケストラでの。いや、思い出は、まあ、毎回思い出なんですが、そうですね。トランペットで有名な曲って言ったら、マーラの5番とかあるじゃないですか。でね、マーラの5番結構演奏してるんですよ、自分は。で、演奏旅行でもね、やってるんですね。もう2回ほどですね。1週間くらいの演奏旅行でね、本番5、6回とかね。そういうのとか、まあ展覧会の絵もそうですし、でそのマーラの5番をね、何回目かにやったときに、ボストンシンフォニーのシュルーターっているじゃないですか。彼が本を出しましたよね。何でしたっけ？オーケストラの場所が。あ、ね、はい。あれがね、ちょうど読んでる時だったんですよ。で、マーラーの5番で小沢誠二に捕まってどうのこうのっていう話があるじゃないですか。はい、ねえ、それちょうどやってて、フルートの先輩とかが飯塚君これ読んだとかつって、で、あれでまたすごい緊張が、違う緊張がね、高まってくる。結構思い出ですね。
あと、放越の歌も最後の方に出てくるんですけど、それもちょうどやってるんでね。両方とも最後の音程の音を見事に吹き切ったみたいな本の最後に出てるんですけどね。そういうのを読むと最後の音程の音気にしちゃったりね、しますよね。あとはまあもうずっと最長老でね、オーケーでいたもんですから、うん、セクションの中では。割と責任を感じてですね、うん、みんなに厳しく接した部分もあると思うんですが、それはもういろんな人が言われてるかと思うんですけど、そこはもうちょっと勘弁してくれと、伝えたいと思います。はい。でも本当27歳で最長老ってなかなか考えにくい状況だなと思いますし、ね、もうちょっと先輩方に頼りたい部分があったんですけどね、隣のトロンボーンの先輩とか、いろいろ助けてくださってですね、本当にいいオーケストラでしたね。はい、なるほど。でそれから、30年上がれて、祖愛という、なんか、きっかけといいますか、きっかけ？そうですね。僕がオーケー行った頃の常任指揮者が小高忠明先生で、で、小高忠明先生は、祖愛のオーケストラを指揮してらしたんですね。あと、僕がいた頃の、副指揮者、正指揮者の円光寺正彦さんね。で、その東方系の指揮者が、祖愛のオーケストラを指導されていて、で、祖愛のオーケストラは毎年夏に合宿してるんですね。で、その合宿の金管のトレーナーとしてお前手伝えって言われて、で、行ったのがきっかけですね。祖愛が、付き合いが。で、15年くらい、オケのトレーナーとして、祖愛オーケストラと付き合わせていただいて、で、その私の前任の、椿先生が、退職されたので、後にどうかと誘われましてね。ちょうどそれが50歳の時だったので、30年オーケストラにいたし、あとはちょっと後輩をね、方針を育てる方に、自分は、行こうかなというふうに思いましてね。はい、ちょうどオケで30年。で、それから退職まで17、8年。っていう、期間を、なもんですから、ちょうどいいかなと思って、オーケストラを辞めて、こういう今の職業にね、転校したというか、はい、次第ですね。はい、ありがとうございます。関西のトランペット界にとっては、飯塚先生が関西に来られたのはすごく大きくて、トランペット協会もできましたし、本当に関西に貢献していただいて、もう僕らは感謝しかないというような感じなんですけれども、祖愛に来られて何年になられますかね。今15年経ち。もうそんな経ちました。はい。ねえ、あっという間ですね。あっという間ですね。はい。ですから、こちらに来て、最初、皆さんで、関西のトランペットの方々で歓迎会開いていただいてですね、もうすごく、高いところで嬉しいな、ありがたいなと思っていて、で、その場で、こういう、東京で言ったら日本トランペット協会みたいなのが関西にもね、できたらいいなと思ってるんだみたいな、いろんな方々がね、口にするんですよね。だったら作ればいいじゃないかって言ってね、そんな難しいことじゃないだろうみたいな話が、その場、宴会の場でね、起きましてね。ですからなんか地元にいるとなんか発言しにくいことが、僕がちょっとポコってきて、じゃあやってみろよって言ったもんだから、みんなのこう思い越しが上がったみたいですね。そういうのは自分としては貢献できたかなと思ってます。はい、いやもう本当にその通りですね。ずっとね、やろうやろうと言いつつもなかなかできなかったところが、本当に飯塚先生のおかげだなと思って。いえいえ、
まあ、皆さんのね気持ちがもうすごくまとまりがいいと思うんですね、関西のトランペットの皆さんは、うん、で、まあ、派閥というかそういう悪い意味でね、いい意味ではいいんですけど、悪い意味の派閥はそういうのも感じられないし、ね、みんなよく話をねしますしね、すごくいい環境だなと思いますね。で今でもすごくあの活動をしっかりしてますし、下手したら東京のあのトランペット業界よりも活動は活発にされてるんじゃないですか、関西のね。もうね、今新しいっていうのもありますしね、そのまあ、うん、日本トランペット協会はこうある程度形ができてきてこれをやるっていうのはあると思うんですけども、なんかまあいろんな、ね、新しいことをやろうという方も多いですし、関西にはですね、でそれで積極的に今動いてくださってるような感じがしてますね。ですよね。で新しいことをやろうということを、それを生意気だみたいに潰す人もいらっしゃらないんですよね、関西ね。そうですね、うんうん。そういうところがすごくいいと思いますね。みんなで応援するあの空気というか雰囲気がありますのでね。そうですね。それ素晴らしいと思います。はい。でも本当にきっかけを作っていただいて本当にありがとうございます。いえいえ、僕の力だけではないので、はい。はい、ありがたかったと思います。はい。はい、それではですね、今あの総合までたどり着いて関西に来たお話を伺ったんですけども、まあ、せっかくですのでちょっとあの脱線したいなと思うんですが、はい、そのまあ個人的にこうずっと学生の時にこう聞いておりましたこの辺りのお話だったりあのまあねこれなかなか日本には形になかったものを多分やってくださったと思いますので、うん、この辺りのお話伺ってもよろしいでしょうか。あのトランペットファイブはですね、はい、あのトランペットファイブができる前に、はい、東京ブラスアンサンブルってあったんですね。で東京ブラスアンサンブルというのはあの N 教にいらっしゃった祖健宝生先生がいらっしゃったのがあのリーダーであの活動していたグループなんですが、そこにあの知見さんとかあの東京工業の熊谷さんとか鈴木さん、鈴木和輝さんとか関山くんとかねいらっしゃって、でまあ、あの活発に活動してたんですけども、私が留学してる時に解散になってね、それ で帰ってきて、あもう解散したからって祖健さんからあの連絡いただいて、ただその次の年くらいにあので東京ブラスアンサンブルのトロンボンセクションが、うん、東京トロンボンカルテットっていうのをね始めたんですね。であのつけんさんがじゃあトロンボンもやってるから、じゃあ東京ブラスのメンバーではないけどトランペットでもああいうのをやろうよっていうふうにお声がけいただいてですね、であのトランペット5というものができたんですね。ですからもう大元は東京ブラスアンサンブルなんですよ。それがあの分かれてあのトロンボンアンサンブルとトランペットアンサンブルになったっていう形ですね。でもつけんさんもすごくあの練習が好きというか、練習もうとにかく最初の演奏会にはもう20回は練習しようって言って、でみんな別々のオケにいるじゃないですか。ですから、ね、あの、本番終わってね、10時から練習とか、1時くらいまで練習しましたね。うん、で、それも、あの、グローバルっていう、あの、シルキーとかの、うん、輸入元のね、会社の方が、あの、後押ししてくださって、で、そのグローバルのスタジオで、あの、1時くらいまで練習して、うん、で、その下の飲み屋で、打ち上げを、練習の打ち上げをして帰るっていうパターンでしたね。はい。で、その CD を作った時も、みんなの時間が合わないもんですから、大晦日なんですよ。はぁ。12月30、31でね、2日間でレコーディングしました。それがもう懐かしいですね。はい。2枚ともそうですよ。はあ、年の瀬に、はい、ここしかみんな時間が合わないです。そうです。1日時間が空くときがね、
だってトランペットファイブでもあのアメリカにね、うん、あの ITG インターナショナルトランペットギルド、それに参加させていただきましてね、うん、もうそれもいい思い出ですね、うんうん、もうあんなにアメリカのお客さんに受けるっていうことはね、思いませんでしたね、うん、日本ではねもうあのこうすごいお客様に喜んでいただいたんですけども、アメリカのお客様もまた表現がすごいじゃないですか、うん、もう全員スタンディングオベーションですよ、うん、あれはいい思い出ですね、うんうん、素敵な思い出ですね。ねえ、またね、あの トランペットコアってね、あの2万、あの違う方の、はい、はい、それなんですけど、あのウィーンのね、ウィーンフィルとウィーンシンフォニカってあるんですよ、ウィーン交響楽団で、そのトランペットトロンボーンセクションの方が集まって始めたらしいんですね、うん、リヒャルト・シュトラウスのいた頃みたい、うんうん、で、毎週土曜日の午後かな、あのウィーンの宮殿の前でね、あの市民に皆さんに喜んでもらうために演奏してたらしいんですね、うん、でそれであのきっかけでそういうウィーン・トランペット・コアというものができて、で自分が留学から帰ってきた次の年かなウィーンフィルがオペラ公演で来ていて、うん、で空き日が1日あったんですね。でそこの空き日にウィーンフィルのメンバーでウィーントランペットコアの演奏会があったんですね、うん、でそれを聞きに行って、うん、もうものすごい僕ももう感動してですね、うん、もうその日にあの国たちの後輩の、あの、東京トランペットコアの、あのメンバーのね、植木くんとか、元シティフィルなんですけど、うん、木村くんとかに連絡してですね、もう先輩の、あの、言うことをお前聞けよなって言って、こういうの作るから、ね。はい。それから、あの、トランペット8人、トロンボーン8人、チューバー、が、その、支え、二人、うん。で、ティンパニー、打楽器とね、いう編成で、大編成金管サムの東京トランペットコアっていうものをね、結成したんですね。うん、それで、あの、ヤマハの、それこそあの、亀山さんがですね、当時アトリエにいらっしゃって、で、ウィンフィルの方々が来日してるときに、いや、日本でね、あなた方の演奏をすごく感激して、あなた方のグループを、あの、結成したやつがいると、あの紹介してくださって、で、ウィーンの、あの、トランペットコアの代表のカール・ヤイトラーさんとか、あと、トランペットのワルター・ジンガーさんとか、当時、ハンス・ガンシもいたんですね、ウィーンフィルにね。で、その人を呼んでくださって、交流会開いたんです。で、すごく気に入ってくださって、ウィンフィルの方々がね。で、まあそこで合同演奏もしたんですね。でそこの譜面を、あの、お前らにちょっと提供するから、自分、東京トランペットコアでは使っていいよというお許しをいただきましてね。で、あの、その3年後くらいに、あのビデオでお渡ししましたけども、合同演奏会を開きましてね、ウィーンフィルが来日した時ね、あれがもう、大学受験合格した時と、まあいろいろ嬉しいことありましたけども、そのウィーンフィルの合同演奏会ね、もう人生の、あの、3本の指に入りますね、あの、喜びは。それでまあ、ウィーントランペットに影響されて、東京トランペットコアを、結成して、で、あの、3枚ほどね、CD を出させていただきましたけども、はい。1枚が合同の時の、あの、演奏ですけども、はい。合同演奏会も3回ほどやらせていただいてですね、それでまあ、それですごく感じたのがね、あの、東京トランペットコアで僕はそのウィーンのイメージがあって、で、ウィーンに留学したのも何人もいたんですけども、
一生懸命練習して演奏会やるじゃないですか。でもね、ウィンフィーの人がちょっと入って、一緒に吹くと、音が変わるんですよね。その音になっていくんですよ。もう練習で口ずっぱく言ってることが、もう、彼らが入るとね、ガラッと変わるっていうのはね、もう自分の非力さにね、すごくね、打ちのめされましたね。うん。すごいですね、彼らの説得力というのは。まあ、ぜひご覧になってみてください。はい、はい。ありがとうございます。ああ、でもやっぱ本物に触れるっていうところっていうのが一番大事なところですね。その留学の時のお話もそうですし。そうですね。うん、本物を知って自分の非力さを確認して、で、また一生懸命練習するという形になりますよね。うんうん、でもまあ、やっぱりね、その関西のトランペット協会ではないですけれども、飯塚先生がこう動くところに、本当に本物がやっぱ寄ってきてっていう、何かきっかけがないと来てくれないですしね、そのウィンの方々もね。そうですね。うん、そういうきっかけも、自分の、まあ、周りの環境が良かったのもあるし、応援してくださっている方もいらっしゃったし、そういうつながりがね、ありがたかったですね。うん、でもつながりを作るっていうのが、もうやっぱりね、先生の動いた道だと思いますしね、なかなかそれだけはついてこないと思いますし、うんうん、やっぱりやられたことが形になってるんだと思いますね。いやいや、ありがとうございます。はい、また関西でもいろいろよろしくお願いいたします。まだまだこれからですからね。そうですね、はい、はい、ありがとうございます。本当に貴重なお話を伺いました。いやいや、ありがとうございます。はい、それではですね、そうですね、もう手応えのあった演奏なんかを伺わせていただきましたので、演奏されてる時にですね、考えてらっしゃることだったり大事にされてることっていうのをちょっと伺いたいなと思うんですけれども。演奏してる時に、はい、普段の練習のこと考えたらいい演奏できないなと思いますね。この気をつけて、これ気をつけなきゃとかね、うん、そういう技術的なことをね、気にしだすと、うん、あんまりいい演奏にできなくて、それはもう練習の段階で、しっかり自分の体に覚え込ませて、もうね、本番になったら、すべて忘れて、音楽に集中したいというのはいつも思ってます。うん、なかなかできませんが、難しいですけども。うんうん、でもそうですね、乗ってる時ってあんまり何も考えてないかもしれないですね。そのですよね、うんうん、はい、ありがとうございます。それでは先生、なんかルーティーンっていうのはお持ちでしょうか？あります。もう必ずオーケストラいた時でも、うん、家で、うん、ウォームアップして基礎練習、ロングトーン、リップスラー、タンギング、音階練習ですね、うん、必ず毎日やってオーケストラ練習行ってました。うん、で今でもそうです。あ、まあ、大学に行く前に家である程度練習して、うんうん、ということはもうずっとやってます。はい、はい、見習いましょう皆様。いえいえいえだから退職して楽器をやめるのがすごく楽しみなんです。それから解放されるんでね。よく野球選手とかスポーツ選手でいるじゃないですか。もう野球をやめた途端に肩の荷が下りて、ものすごく気が楽になったと。その感じを味わいたいですね、早く。なるほど。どうなんでしょうね、寂しくなって吹いちゃうんですかね。ねえ、どっちか分かんないですね、ホッとするのか。そうなんですよ、それが楽しみでね、うんうんうん、自分がどうなるかね。そうですね、はい、はい、またその時のお話伺いたいなと思います。報告します。はい、楽しみにしてます。はい、それでは、好きなオーケストラ作品だったり好きな作曲家っていうのを聞いてるんですけども、何か出てくるもんでしょうか？いや、僕はとにかくブルックナーが好きなんです。あ、ブルックナーの、しかもカール・ベーブのウィンフィルが好きなんです。はい、もうそれにつきますね。うん、はい、ですから、はい、もう高校の時からそうなんですね。うん、はい、オーケストラですね。あと、まあその時に演奏して
いる曲で勉強するじゃないですか、いろんな演奏聞いて。だからもうどれが好き、これが好きじゃなくて、その時演奏してる曲が好きで、でもどれかといえばブルックナーですね、僕は。はい、長たらしいのが嫌だっていう方もいらっしゃいますけど、もうあの響きに浸ってられるっていうことが幸せです。うん、いいですね、ありがとうございます。それでは少し絞りまして、こうトランペットソロの作品だったり、こう室内楽の作品とかでも好きなものっていうのを伺ってもよろしいでしょうか。そうです、ソロの作品も、まあ、いろんな方が CD を出すくらいの方々ですので、もう素晴らしいんですけども、それぞれ、まあ、一番自分が影響というか受けたのが、あの高校3年生かな2年生の時にソロの、レコードね、当時レコード買ったとですね、それがあのトランペットの曲がいっぱい入っているということで、ヘルムート・ボービッシュってさんっていらっしゃって、ウィーン・フィルのトランペットの方なんですけども、でなぜかというと曲目がいっぱい入ってたっていう理由なんですけども、その演奏がね、あの音色が素晴らしくてね、音楽的にも素晴らしいで、タイミングが素晴らしい、それが素晴らしくてですね、やっぱ何回も聴いてましたね。でモーリス・アンドレに出会って、でモーリス・アンドレにもうハマりました。でも それで、あの、ボビウスさんのをまた聞き直すと、また全然違うんでね、あの、最初は、と思うんですけど、結局、ボビウスに戻りましたね。そういうので、まあ、ウィーンに行ったというね、あの、縁もありますけども。うん、そうです。はい。はい。なるほど。そうですね、アンサンブルは、もう、なんといってもフィリップ・ジョーンズ、ブラスアンサンブルですね。あれ、僕、大学1年の時に、初来日されたんですよ、フィリップ・ジョーンズ。もう、それからハマりましてね。で、追っかけましたね、もう来るたびにですね。はい。で、あの、東京ブラスアンサンブルのリーダーの祖健法政さんが、フィリップ・ジョーンズのお弟子さんなんですね。で、日本でも、その、フィリップ・ジョーンズスタイルのブラスアンサンブルを作ろうって言って東京ブラスアンサンブルができて、それからですね、日本中にこう金管アンサンブルというものが、ね、広まってたんですね。はい。まあ、その一つのきっかけに携われたのもね、あの、良かったなと思いますけども。うん、いや、本当に僕はもうフィリップ・ジョーンズは生で聴けなかった世代なので、もう、そうですね、今、ロンドンブラスもありますけども、まあ、技術的には素晴らしいですけどね、やっぱあのフィリップ・ジョーンズの味というかね、音色ですね。あれはもうなかなか真似にできる団体ないですよね。そうですね。はい、ありがとうございます。それでは、まあ、あの、基礎練習の方もちょっとお伺いしたいんですけども、基礎練習をするときに考えてらっしゃることとか、大事にされてることっていうのも伺ってよろしいでしょうか。うん。あの、一番大事にしていることは、あの、自然ということですね。うん、ナチュラル、うん。自然に音が出たい。自然ないい音を出したい。で、そのためには何をしたらいいかということをいつも考えていて、で、まずは姿勢ですよね。うん、あの、演奏する姿勢。あと、呼吸法とか、うん、そういうことを少しずつ自然に音を出したり聞かせるためには何をしたらいいかということで、もう楽器の持ち方からね、呼吸法から始めて、それを毎日チェックしてるようにはします、してます。自分の中では、もうすべてが自然に、あの、いけたらいいなという、あの、吹き方も音楽もですね、もう出た音楽も、もう何もこう、あの、作為的ものなものは感じさせずに、音色も何もね、そういうのがもう自分はいつも心がけています。そのために何をしたらいいかというものが、あの、細かい基礎練習になってきますね。はい。はい。ありがとうございますね。自然っていうのが一番理想であり、一番難しいなと思いますんでね。ね。それを、はい、練習の時から考
考えるっていうのは大事なことだなと思います。ありがとうございます。それでは、はい、そのままこう皆さんにもこうおすすめだったり使われている教則本を伺ってるんですけども、何かご紹介、教則本、はい、それはもちろんあれでしょう、はい、ですね去年2年前に出しました自分のこれですね、はい、これこれこれ、はい、はありますけども、はい、あの、まあ、本当の、あの、基礎の基礎を勉強する教則本は、やっぱり、やはりアーバンですね。アーバンをまずやって、基礎固めをして、それから、あの、まあ、ウォームアップとしては、知行別のエチュードとか、クラークのテクニカルエチュードとか、そういうものを利用したりですね。はい、したらいいかなと思いますね。の理論としてはあの、あの人クラウド・ゴードン、あ、はいはい、クラウド・ゴードン の考え方は僕は素晴らしいと思います。でクラウド・ゴードンの、まあ、本を読んだりね、あとフィリップ・ファーカスが昔、はい、金管楽器のを人のためにとかっていう理論書を出したじゃないですか、はい、そういう理論書もね、あの勉強したらいいかなと思います、うん、はい、ありがとうございます。それではですね、そうですね先ほどトランペット5や、トランペットコアの話をさせていただいたので、そちらの方下の方にまとめさせていただこうと思っております。はい、よろしくお願いします。はい、それでは先生、楽器マウスピースを教えていただいてもよろしいでしょうか。楽器はですね、はい、オバックですね。あ、はい。はい。米管、正管はバックです。はいはい、本当の、あの、米管ノーマルの、はい、あの、何ですか、モデル37の、はい、187ベル。はい。で、正管はハーセスモデルです。はい、229ですかね。229です、はい、それしか吹けません最初に出会った楽器がそれなので、はい、はい、で、S 管ピッコロとか、はい、それ小さくなって、うん、もヤマハです。ヤマハとても、はい、好きです、はい、でロータリーもヤマハ使ってます。ああ、そうなんですね。はい、でそのヤマハロータリーもね、アトリエに遊びに行った時に、飯塚さん、こういうモデルが今度出るんですよって、今のドイツタイプのモデルですね、うん、試作品があって、でそれお借りしてずっと借りっぱなしで試作品を吹いてます。なるほど、素晴らしい、うん、で20年くらい経った時に、うん、いい加減にしてくださいって言われて、あの買わせていただきました、うん、でそれもあれですよ、その僕が気に入ってるもんだから、うん、ガーシュにも吹いてもらって、うん、でガーシュ気に入ってその場であのお店行って買ったりしたってことありましたね、うん、たまたまそのなかったんですけどね、楽器がなくて、うん、あのウィンで買い直したみたいですけどね、うん、うん、そうです、貴重な手助けです、ね、そうなんですよ。で今はね、あのガーシュのメーカーの楽器があるじゃないですか、うんうん、だんだんこうそっち移ってるみたいですけどね、うんうんうん、なるほど、ありがとうございます。マウスピースの方も伺ってみましょう。マウスピースはあのもうバックの6番なんです、はい、小さいです。6番、うん、ソケンさんが使ってらっしゃったんですね。うーん、で、あの、リムが小さい分、あの、なんかカップが深いんですね。で、バックがロータリー用に作ったような話は聞いたことあります。で、割と、あの、まとまった、あの、深い音が出るなと思ったので、まあ、僕がオケに入りたての頃に、友人の家に行って、たまたまそれが置いてあって貸してって言って、それをずっと使ってます、今。ああ立派
話です。その辺はあの何十年後かにあの請求はされなかったんですか？あのワンハーフシート交換しました。あ、なるほどなるほど、ブツブツ交換で僕ら30年後くらい。はい、でもちゃんと生産できてよかったです。はい、はい、ちなみにこうピッコロトランペット使うときとかのマウスピースはちょっと小さくされますか？そうですね、ちょっと小さめで、それもね、割と深めのマウスピース使ってます。で、あんまり、高い音に僕こだわらないもんですから、音色がいいのが好きなんで、それで、まあ、たまたま、大学時代に国立で、ゲッツェンって楽器買ったんですよね。ゲッツェンのピッコロ。それにくっついてた、マウスピースが割と気に入って、まあ、あまり高い音が出ない時はそれ使ってます。うん、なかなか皆さん使ってないと思うんですが。なるほど、そうですね。ゲッツェンのマウスピースなかなか。他はの楽器使う時はほとんど、米管と同じマウスピースです。なるほど。はい。ありがとうございます。はい。それではたくさんお話を伺いましたので、次のお友達をご紹介いただけますでしょうか？はい、トランペットプレイヤーではありませんけども、私が大変お世話になっていた、今でもお世話になってます、都市トランペットアトリエの主催者の亀山俊明さん、俊之さん。俊明さん、はい、ですね。はい。です。私が講師ともどもお付き合いいただいて、もう大変尊敬している方です。はい。はい。それでは、カメラを電話してみます。もしもし。あ、もしもし、亀山さんでいらっしゃいますでしょうか？あ、はい、はい、亀山です。はい、私、関西フィルでトランペットを吹いています、シローズです。ご無沙汰しております。はい、こんにちは。はい、ですね、僕は今、YouTube の方でトランペットの方々と対談をするという番組をやっておりまして、はい、はい、今、その収録をしていたんですけれども、相愛大学の飯塚先生と対談をさせていただいてたんですけれども、次のお友達という形で亀山さんをご紹介いただきましたので、お電話させていただきました。大丈夫ですかね、私。はい、ぜひよろしくお願いします。今、飯塚先生つながっております。はい、飯塚先生つながってますよ。つながってますか？つながってます。あ、亀山さん、飯塚です。こんにちは。先日はお世話になりました。あ、この前は楽しかったですね。楽しかったですね。いっぱいお話もできましたし。そうですね。ぜひ、白津先生の、番組に、参加というか、いただきたくて、私が次の、方紹介して、したいというので、亀山さん推薦させていただいたんですけども。はい、なんか、とても、なんか光栄でびっくりしてるんですけどね。なんか、トランペット奏者以外では初めてらしいですよ。ですよね。プロ、はい、奏者の方々ばっか出てて、私はなんていうかアマチュアトランペット吹きなんで、ちょっとなんか間違いのような気がしたんですけれども、でもまあ、でもプロ名奏家のトランペットの方々とよくお付き合いというか、いろんな方をつながることがあって、まあその辺の話ができたらなと思いますけど。はい、はい、ぜひそういう話をたくさん伺いたいなと思います。はい、わかりました。はい。というわけで、僕の話は手短に。僕の話はあまり、手短にお願いしますね。手短ですか？はい。はい。たくさん聞くようにしておきます。はい。ちょっと、決まり文句を言っていただきたいんですけども、ご準備よろしいでしょうか？はい。わかりました。はい。では、バズっていいとも、次、ゲスト来てくれるかな？いいとも。ありがとうございます。それではまたご連絡させていただきます。はい、よろしくお願いします。また連絡します。はい、はい、はい、お願いします。はい、無事につながることができました。ありがとうございます。すいません、
ありがとうございました。はい、それではですね、無事に亀山さんにもつながりましたので、最後にこのバズっていいともを見ていただける皆様へ何かメッセージをいただいてもよろしいでしょうか。で、まあ、115人目ということで、皆さんトランペット奏者の話はいっぱい聞かれてると思います。まあ、その中の一人としてもし何か参考になっていただけたら、まあ、嬉しいと思いますし、まあ、こういうラッパ吹きも日本にいるんだなということを分かっていただければと思います。で、また白津先生は総愛大学の先生になっていただきましたので、その辺も感謝しております。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。本当に今回もいろんな経験だったり貴重なお話を伺えて、ありがたかったと思います。というところで、白津大輔アワーバズっていいとも第115回目のゲストは総愛大学教授の飯塚一郎先生でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。さようなら。いかがだったでしょうか。総愛大学教授でいらっしゃいます飯塚一郎先生と対談させていただきました。本当に貴重な貴重なお話をたくさん伺えたなと思っておりますし、本物に触れるというお話だったり、こう自然に演奏するというお話、本当に大事なことでありますし、難しいことだなと思うんですけれども、経験談とともに、貴重な話を伺えたんじゃないかなと思っております。そして、先生の行動力も、関西のトランペット協会に関してはもう本当に先生がいらっしゃったことが一番大きなきっかけだと思いますし、トランペットコアを東京で作られた話も、大変貴重でありありがたいお話を伺えたんじゃないかなと思っております。さて、その飯塚先生のご紹介で、次は今トランペットのマウスピース職人いらっしゃいます亀山俊明さんと対談させていただくんですけども、この初めてトランペット奏者ではなく、職人という形でお話を伺いますので、また違った方面の、話がこのバズっていいともでできるんじゃないかなと思っておりますので、頑張って引き出せたらなと思っております。というわけで、次回もお楽しみに。